もし誰かが道で倒れていた時、あなただったらどうしますか？多くの人がパニックになりつつも、救急車？助けを呼ぶ？ AED かな？と正しい選択肢を浮かべることができるでしょう。では、犬や猫などのペットだったらどうでしょう？もし急に倒れてしまった時、あなただったらどうしますか？救急車？ AED？ 誰に？なんて助けを呼ぶ？あなたは愛するペットの命を救えるでしょうか？皆さんこんにちは。皆さんの学習をお手伝いするためにこの動画の進行を務めさせていただきます。ペットのための救急処置法を動画で一緒に学んでいきましょう。皆さんご存知の通り、この講座はペット BLS 検定という資格を取得する講座です。動画のオープニング映像でもあったように、愛するペットが突然倒れた時、何をすべきなのかわからないままだとペットを救えない可能性があります。この講座はそうした何をすべきかわからない方がペットの命を救う世界基準の救命トレーニングをして、正しい心肺蘇生をしながら獣医さん、主治医につなぐことを目的としています。具体的にこのペット BLS 検定学習動画ではこのような内容を学習します。では早速目次に沿って進めていきましょう。それではまず、このペット BLS 検定の学び方を説明します。ペット BLS 検定は、この動画を視聴して学習を進めていきます。インターネット接続さえあれば、いつでもどこでも学ぶことができるので、自宅や通勤時など、自分の都合の良い時間に学習を進めてください。動画で最初に学ぶ内容は BLS に関する知識です。実技を習得する前にまずは、正しい知識を学習、習得しましょう。1の知識習得と並行して、ペット BLS の実技、技術も動画で学習します。実技学習は、ただ動画を見るだけではありません。ペット BLS 専用のトレーニング機材を使って、動画の解説と一緒にやってみることが何より重要です。しっかり練習して BLS を習得できたら、いよいよ試験を受験します。試験の受験方法は簡単です。自分のスマートフォンなどで実技動画を撮影し、BLS 公式 LINE アカウントへ提出するだけです。LINE での提出が難しい方は、メールでの提出も可能です。無事、試験動画で合格の判定が出たら、ペット BLS 認定証発行です。この認定証は、履歴書にも書くことができる正式な民間資格です。審査の認定結果は通常、動画送信後約3週間でご自宅へ届きます。もし不合格の場合でも、再試験は何度でも無料で受験できるので安心してください。もう一度動画で学習し、ポイントをきちんと意識しながら練習をして、新しく動画を撮り直したら提出しましょう。以上が BLS 検定の学び方です。一発合格目指して一緒に頑張りましょう。まずはじめに、この学習で学ぶ BLS について正しい知識を学習しましょう。BLS とは、ベーシックライフサポートの略です。日常生活の中で怪我をしたとき、病院へ行く前にその場で行える手当てをしますよね。それを応急手当てと言います。この応急手当ての方法は、怪我の程度によって異なります。擦り傷や捻挫などの命に大きく関わらない程度の怪我であれば、保温や止血法、固定法などの処置で手当てができます。これらをまとめて、ファーストエイドと分類します。日常的なちょっとした怪我に対して、誰でも簡単にできる処置ですね。そして、このファーストエイドと異なる分類になるのが BLS です。この方法は、心肺蘇生や AED、
気道異物除去など命に関わる状態になった時の応急手当を意味します。今回の学習ペット BLS 検定ではこの BLS のうち心肺蘇生など命に直結する部分について学びます。人間の医療では国際蘇生連絡協議会という組織が大規模な文献調査を実施しています。そのため科学的根拠に基づいた心肺蘇生のガイドラインが策定されているのです。それにより医療従事者には徹底した訓練が行われています。さらに医療従事者ではない一般住民も消防署や学校教育、運転免許証取得時などトレーニングを受ける機会がたくさんありますね。トレーニング内容も医療機関と一貫性があります。こうした背景により人間の場合は多くの命を助けることができるのです。それに対してペットはどうでしょうか。様々な推奨法は発表されていて犬猫用の心肺蘇生ガイドラインもあります。しかし人間のものほどの科学的根拠はありませんでした。トレーニングの機会も多くなく内容も医療従事者と一般住民の一貫性があるとは言えない状況です。つまりこれまでペットには人間のように科学的根拠に基づいておらず医療従事者と一般住民が行う CPR に一貫性があるものではない様々な CPR の方法が行われていました。これではペットにとって不利な状況である可能性があります。こうした背景を受け登場するのがリカバーです。この団体は人の CPR 専門機関である国際蘇生連絡協議会による助言のもと100名を超える獣医専門医が参加して大規模かつ組織的な文献調査を行い犬猫における CPR ガイドラインを策定しました。つまりこのリカバーが出した犬猫の CPR ガイドラインは科学的根拠に基づいたものとして策定されたのです。そしてそのリカバー CPR は米国獣医救急集中治療学会と獣医救急集中治療学会によって承認された唯一の公式ペット CPR なのです。この動画ももちろんリカバーが示した CPR アルゴリズムに沿って説明を進めていきます。専門的な内容で難しそうに感じるかもしれません。でもこの動画はその難しそうな内容を分かりやすく学べるように実写とアニメーションを組み合わせて制作されています。この動画の通り学習を進めていけば大丈夫ですので安心してくださいね。ただ一つ、受講生であるあなたにやっていただかなければならない大切なことがあります。それは学んだことをトレーニングすることです。命を救うためにはたった一回動画を見るだけ、または数回講習会を受けるだけでは本当の能力をつけることは難しいでしょう。例えるなら料理と似ています。料理ってなんとなくテレビやレシピ本を見ていたら作れそうな気がしますよね。そして一回作ってみてうまくいくと美味しく作れるようになった気にもなります。でも次にレシピなしでいきなり作って誰かに美味しく提供できるかというとちょっと不安です。自分の得意料理にするためには実際に毎日作り続けて美味しく作るための研究をしているからこそコツや隠し味を見つけたり効率よく仕上げる方法などがわかるものですよね。ペット BLS も同じです。学んだことを定期的にトレーニングすることでいざという時にペットの命を救えるのです。そのために日本獣医救急集中治療学会から徹底的なアドバイスを受けたペット BLS 検定専用の自宅向けトレーニング機材があります。これを使うことでわざわざ講習会へ行かずに自宅でも実際の状況に近い環境でトレーニングをすることができます。何度も反復してしっかりとペットを救う力を習得しましょう。そのトレーニングも含めてペットの命を救うためにはペット救命の連鎖が大切です。当トレーニングセンターでは反復してトレーニングを行うこととこのペット救命の連鎖がペットの命を救うためには必要だと考えています。ペット救命の連鎖とは、
1. 日常から検診を受けるなどで心停止を予防すること。 2. 飼い主による BLS の日常的なトレーニングを行うこと。 3. 実際に心停止が起きてしまった時に心停止の早期認識と BLS を行うこと。 4. 医療機関へ連れて行き、獣医師による ALS 二次救命処置を受けること。これがペット救命の連鎖です。このどれか一つでも欠かさないことが重要なんです。1と4はペットを飼っている人であれば誰でも当然のようにできることですよね。そう、ペット救命の鍵は BLS のトレーニングと実践にあるのです。あなたのペットへの愛がこの連鎖をつないでくれます。